オートメイティックス製の初期のマシンビジョンシステム、オートビジアン2。バックライト照明付きのテーブルを三脚に取り付けたカメラで撮影し、ブロブ検出を行う。マシンビジョンとは産業でのコンピュータビジョンの応用を意味し、自動検査、プロセス制御、ロボットのガイドなどに使われる。メガボルトの適用範囲は幅広い。コンピュータビジョンがコンピュータによる画像処理を 主に研究対象としているのに対して、マシンビジョンはそれ以外にロボットアームなどの他の製造機器を接続するコンピュータネットワークやデジタル入出力機器も含めたシステムが必要となる。従って、マシンビジョンは計算機科学、機械工学、工学、ファクトリーオートメーションなどを統合した工学の一分野となっている。マシンビジョンシステムは ベルトコンベア上の物体を数えるとか、シリアル番号を読み取るとか、表面の傷がないか調べるなどの極めて限定されたタスクを実行する。製造業者がマシンビジョンを導入するのは、それが高速で細部にわたる目視検査を休みなく実行できるからである。人間の検査者は体調の変動や長時間にわたる注意力の維持に問題があるが、短時間であれば、 機械以上の認識能力と問題発生時の柔軟な対応力がある。コンピュータは必ずしも人間と同じように見ているわけではない。カメラは人間の目と同じではないし、人間が推論したり想定したりすることに依存しているのに対して、コンピュータは画像の個々のピクセルを調べることで見ているのであり、知識ベースやパターン認識エンジンを使って結論を出すのである。 人間の知覚を真似たマシンビジョンのアルゴリズムも開発されてきたが、効率を重視した特定用途向けの様々な画像処理手法も開発されてきた。マシンビジョンやコンピュータビジョンシステムは画像を一貫して処理できるが、そのようなシステムは一般に単一で繰り返されるタスクを実行するよう設計されることが多い。この分野の進展にもかかわらず、 マシンビジョンやコンピュータビジョンシステムは未だに人間の画像理解能力に到達していない。具体的には光の当たり方の変化や画質の劣化、部分的な変動に対応できない。マシンビジョンの典型的な用途としては各種製品の検査がある。工場のラインで人間の検査者が目で見て製品を検査する代わりにデジタルカメラ、スマートカメラ、 画像処理ソフトウェアなどで構成されるマシンビジョンシステムが同様の検査を行う。マシンビジョンシステムは半導体部品工場で広く利用されている。マシンビジョンなしでは CPU の生産量は激減するだろう。マシンビジョンシステムはシリコンウェハやチップ、抵抗やコンデンサなどの検査に使われている。自動車産業などでは マシンビジョンシステムが産業用ロボットのガイドとして使われている。溶接すべき箇所の位置合わせや表面の傷の検出などに使われている。他にも品質保証、仕分け、資材搬送、工学的計測などの用途がある。マシンビジョンの技法はメガボルトソリューションを定義し生み出す過程で定義され、そういったソリューションの運用に際して行われる。 技術的過程として定義される。ここでは主に校舎を解説する。2006年の時点で、メガボルトで使われているインターフェースやコンフィギュレーションの標準化はあまり進んでいない。例えば、ユーザーインターフェース、複数コンポーネントを組み合わせる、際のインターフェース、データ交換を自動化するためのインターフェースなどがある。いずれにしてもメガボルトの第一段階は画像を撮影することであり。 カメラやレンズや照明を使い、その後の処理で必要な部分が識別可能となる画像を撮影できるよう設計される。撮影した画像にメガボルトソフトウェアパッケージによって各種デジタル画像処理が施され、必要な情報を抽出し、多くの場合抽出された情報に基づいた判断が行われる。多くのマシンビジョンアプリケーションは二次元画像を使っているが、 三次元画像を使うものも徐々に増えている。二次元、可視光の一般的な撮影が最も多く使われており、他にも赤外線撮影、ラインスキャン撮影、三次元撮影、X 線撮影などが使われることがある。二次元、可視光の場合でも、モノクロ撮影とカラー撮影、解像度の違い、画像全体について同時に、画像処理を行うか否か、 動いている物体の認識が可能かといった際がある。三次元撮影でよく使われるのは三角測量に基づくスキャンである。他にも、レーザー光の反射にかかる時間で距離を計測する技法、グリッド方式、ステレオ方式などの三次元撮影技法がある。撮影機器は画像処理装置とは分離しているものもあるし、一体化していることもある。後者は、 スマートカメラやスマートセンサーと呼ばれる。分離型の場合、両者の接続には、標準インターフェースや独自インターフェースのフレーム取り込み装置という専用ハードウェアを経由することがある。コンピュータに直接接続可能なカメラが使われることもあり、ファイヤーワイヤー USB、ギガビットイーサネットといったインターフェースで接続する。画像を撮影したら、それを処理する。 次のような画像処理技法が使われている。マシンビジョンシステムの一般的な出力は、何らかの判定の合否である。その出力をトリガーとして何らかの機構を働かせて、問題のある製品を弾いたり、警報音を発したりする。また、物体の位置や向きに関する情報を出力し、産業用ロボットへの入力とする場合もある。出力データの型としては、 計測値を表す数値、バーコードなどを読み取った、コード、シリアル番号を読み取った、文字列、画像そのものなど様々なものがある。同期センサーが製品がコンベア上の所定の検査位置に来たことを知らせる。センサーがトリガーを発生すると、カメラがその画像を撮る。この時光源の ON、OFF も同期して行われる。光源はその物体の特徴がわかりやすくなるように、 考慮して配置され、検査に関係ない特徴は無視される。カメラの撮った画像はフレーム取り込み装置に渡される。フレーム取り込み装置はデジタイズ機器であり、カメラの出力をデジタル形式に変換し、その画像データがコンピュータの記憶装置に蓄えられる。画像データはマシンビジョンソフトウェアによって処理される。ソフトウェアはいくつかの段階で画像を処理する。一般に、 画像はまずノイズを低減させた後でグレーの階調だったものが白と黒の日画像に変換される。そのような単純化の後でソフトウェアは画像から物体を数えたり大きさを測ったり傷がないか調べたりする。最後にプログラムされた規則に従って撮影された物体に問題があるかどうかを決定する。問題がある場合ソフトウェアは部品を ラインから排除する機構に信号を送る。あるいは、ラインを止め、人間に通知して問題への対処を任せる。多くのマシンビジョンシステムは、白黒カメラを使用するが、最近では、カラーのカメラを使用することが多くなってきた。マシンビジョンシステムが、デジタルカメラを装備することも多くなり、フレーム取り込み装置が不要となって、画質の劣化が低減されてきている。 スマートカメラはプロセッサが組み込まれているカメラであり、マシンビジョン市場でシェアを伸ばしている。画像処理に最適化されたプロセッサを内蔵するため、フレーム取り込み装置も外部のコンピュータも不要となる。そのためコストが低減され、システムが単純化し、個々のカメラが専用のプロセッサを持つことになる。2006年時点の北米のメガボルト市場は15億ドルと見積もられていた。 しかし、メガボルト専門誌の編集長は、マシンビジョンは、本来一つの産業ではないとし、むしろ、自動車などに代表される、製造業、農業、軍需産業などに役立つサービスやアプリケーションを提供するテクノロジーと製品を統合したものだとしている。2006年時点で、専門家はメガボルトが役立つであろう。 潜在的市場で実際にメガボルトが使われているのは20%以下だと見積もっていた。ありがとうございます。